東路県は中華人民共和国石膏省の甲州市に位置する県。富春川を境に旧市街と経済開発区に分かれる。2013年までに上海甲州高速鉄道が開通する予定である。東路県は石膏省の省と甲州市から南西に 90km、人口約40万人の地方都市である。県は省北部に位置して、 戦闘高中流にある。北緯29.35度から30.05度と、統計百119.10度から119.58度の範囲にある。東の初期、南の裏へをつないで、県徳、西の樹岸と接する。東北の不洋によって、西北は離岸に接する。全区域の東西の長い約7 7トル南北の広い約5 5トル 総面積は1825平方キロメートル。飛行機から望むふは沿岸の市街地県政府のある町の道路地を中心にして、東から不要と接する、牛法令まで20キロメートル、南から県徳と接する、羊頂きまで19キロメートル、西から樹岸と接する。 太陽山まで三十九キロメートル、北から不要と接する鎮夜山まで十三キロメートル、東南から離岸と接する北木湾頂まで二十七キロメートル、南西から県徳と接する大岩山まで十二キロメートル、東北から不要と接する横山府まで十六キロメートル、西北から離岸に接する高津包まで四十一キロメートルである。全県の地形。 西北と東南は、不春光の沿岸に下がって、他の山岳地帯を、主として、平原は少ない。龍門山の四方の牛せせの観音となり、海抜の1246.5メートル、境界内の最高峰である、道路駅ホーム。ありがとうございます。